どうも、ゲームの攻略動画を発信してます。まずです。今回は、サイバーパンク2077の序盤で入手しておきたいものをご紹介します。サイバーパンクは、アイテムにもレベルがありまして、序盤は性能の低いものしか手に入らず、能力値も低く、把握も取得できないので、戦闘に非常に苦労したチューマーも、 多いのではないでしょうか。今回は、序盤でおすすめの武器や、簡単に手に入る乗り物、おすすめのサイバーウェアをご紹介する動画となっております。乗り物やサイバーウェアを買うお金もなく、面白くなる前にやめてしまったそこのあなた。この動画を最後まで見れば、苦労する序盤をサクサク攻略して、サイバーパンクの真の面白さを発見できることでしょう。また、パズーのビルド動画を見て、2キャラ目を作ろうと思っているチューマも、効率よく進めることができ ますのでぜひ最後まで見ていってくださいねそれではまず一番大事な乗り物の入手方法からいきましょう 今回ゲットする乗り物はジャッキーのアーチことアーチナザレです。このアーチナザレはサイドジョブ英雄たちを進めていくことで入手が可能なバイクとなっております。このサイドジョブはメインストーリーでジャッキーを家族の元に届けた場合のみ発生するようになっています。ビクターのところにジャッキーを運んだ場合もアーチナザレ自体は入手可能ですがアイコニック武器が入手できなくなるので家族の元に届ける選択をするのがおすすめです。何より大切のチューマー、ジャッキー キーをやっぱり家族の元に届けてあげたいですよねサイドジョブ中にママウェルズからバイクのキーを受け取ればいつでも呼び出せるようになりますジョブ完了後24時間経過すると階段にジャッキーの銃が置いてあるのでぜひ入手しておきましょうちなみに2個置いてあるんですけれども2丁拳銃で戦うことはできないので足からず ちなみにライフパスがノーマットで、事前に改造するようにジャッキーに伝えていると、ジャッキーの改造アーチになって、マフラーの本数が増えたりするんですけれども、特に性能は変わらないようです。車が欲しい方は、メインジョブ、ゴーストタウンをクリア後、3日間経過させると、ラフェンのいた洞窟内のコンテナ内にカリバーンが出現するので、そこで乗ると無料でゲットすることができます。 正直、早すぎて操作しにくいのと、このゲームは車よりバイクの方が圧倒的に便利で耐久力も強いので、みんな仮面ライダーのごとく走り回りましょう。次は序盤おすすめの武器です。今回おすすめする武器はみんな大好き SPT32 グラードと DS1 パルサーバズソーサラトガフェンリルです。SPT32 グラードをメインに使用し、鉄拳戦ではサラトガフェンリルとパルサーバズソーを使っていきます。SPT32 グラードは は一発の威力も高く壁抜きが非常に優秀なのでピングと組み合わせて壁抜きヘッドショットで戦っていくのが基本戦法となります入手方法はクラフトレベルを5まで上げておくとクラフトで入手することができますまたはバッドランズのサンセットモーテルの重宝店で購入ができるのでどちらかで入手しましょうサラトガフェンリルについては過去の動画を上げてますのでそちらをご覧くださいパルサーバズソーはサブマシンながらノーチャージで壁抜きが可能で が多い場所でもピ,ピングで相手の位置を確認しつつばらまくだけで敵が倒せる非常に爽快感があって初心者にもおすすめの武器です入手方法はノースサイドのファストトラベルパーシング通りの下に発生する組織犯罪のボスが設計図をドロップするのでそれを入手してグラフトしていきますセキリアリティはレアなので作成するにはパーク匠の技が必要となるので必ず取得しておきましょうというより技術は18必須というのが 当たり前のレベルなので間違ってもパズルのように切ってしまわないように必ず取得してくださいね次におすすめのサイバーウェアですが低クレドかつ必要なステータスがないものを紹介していきますおすすめを装着するとこんな感じになりますそれでは一つずつご紹介していきます まずは、鉄板のガーバーです。これは、エイウッド、ウェルスプリング、ポンプ場近くのリパードクから、エピックを6400円で購入できます。アーマー値が200上がるので、序盤の安心感がかなり向上します。次に、チタンボネです。これは、ウエストブルック、チャーターヒル、高級住宅街のリパードクから、アンコモンのものが1500円で購入ができます。所持容量が少ない序盤では、ーダスかりの40%アップなので、安いし、とりあえず的な感じで付けておくと、金策にも便利です。次に、神経オプティマイザーです。これは ワトソン歌舞伎マーケットの北にいるリパードから古文のものが4000円で購入ができます。序盤での HP20% 活問題なのでででガーマーマと並んで真っ先に入れたいサイバーウェアです次に、カタレジストです。これは、先ほどと同じ、ワトソン歌舞伎マーケットのダニール・リパードフから、古門のものが2000円で購入ができます。地味ですが、体勢が全て8%向上するので、付けておいて損はないサイバーウェアです。あとは、強化剣とゴリラアームになります。強化剣は、ダブルジャンプが可能で、探索範囲が一気に広がり、移動もかなりしやすくなるので、必須のサイバーウェアです。似たようなもので、強化 足関節がありますが、こちらはチャージジャンプが可能です。まず的にはダブルジャンプの方が、イコールことが少ないので、おすすめをしています。足パーツは、ウェルスプリングスのダウンタウンを除く、すべてのリパードクで購入が可能です。値段が3万円と高いので、注意が必要です。ゴリラアームは、パシフィカ西ウィンドエステートのリパードクから、エピックのものが2250円で購入が可能です。これは、戦闘に使うわけではなく、装備すると得られるボーナスの恩恵を受けるために装備します。 上がればレジェンダリーがおすすめですがエピックの段階でも肉体チェック時にボーナスが得られるので能力値が足りていなくてもこじ開けられるドアが増えるのでストーリー攻略も楽になりますちなみに刀の持ち方もかっこよくなるのでその辺りも含めおすすめですサイバーウェアを全て買おうと思うとかなりのお金が必要になるので特に 新作動画をを紹介していいますので是非そちらをご覧くださいということで、序盤にとっておきたいものを11個紹介しましたが、いかがだったでしょうかまずは序盤から失敗しまくって、一キャラ目は大変なことになっていますが、その経験をもとに皆さんには、ぜひ快適かつ120%サイバーパンクを楽しんでいただけると、 嬉しいです。この動画でサイバーパンクの魅力を発見、再確認できたあなた、ぜひご友人にこのチャンネルをご紹介していただき、今後もお付き合いしていただけると嬉しいです。今後も攻略解説動画を上げていきますので、チャンネルページや概要欄からチェックしてくださいね。今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。